で、このコンピを、ラブピース&ポエトリー、聞いて衝撃受けてたタイミングで、ちょうどインドネシア遊びに行ったんですね。仕事でね、精神的に追い詰められてて、個人的な話ですが、なんかバリかプーケットで、癒されようと、最初は思ってたんですけど、調べてるうちに、ありきたりなんかガムランとかね、ケチャとかより、なんか音楽シーンとしては、ジャカルタの方が絶対面白いなと思いまして。で、自分ね、この手の音楽と別に、ハードコアとかそういうなんか激しい系の音楽も好きで、自分でもレーベルとかバンドやってんですね。で、なんかネット上で現地のその手のバンドだとか、リスナーとやり取りしてるうちに、なんか大きなライブがあったんで、で、それ見たいし、なんかもう癒しよりそっちだろうと思って、行ったんですけど。で、南米とかね、東洋にも、ガレージとかね、サイケのバンドがいるんだから、東南アジアにもそういうバンドは、当然、いるだろうと思ってたんですね。で、オリジナルは手に入らないにしても、現地で再発の CD とかテープは売ってるだろうと思って、事前に情報収集しに、大阪のプランテーションレコード行ったんですよ。そしたらね、そういうのはなかなか再発出ないから、オリジナルで買うしかないよって言われまして。普通ね、そういう、レジェンド的なミュージシャンって、どんなジャンルでも再発版って出るじゃないですか。でもなんかインドネシアはね、ちょいとね、事情が違うんですよね。どういう事情があるかはまたおいおい説明しますけど、とにかくそういうなんかジャイアントステップだの、シャークムーブだの、なんかそういう音源は、おいそれとは手には入らないみたい。で、その辺ほどギガレアではないですけど、なんか、買えそうなおすすめの音源をね、プランテーションさんで教えてもらったんですね。でも、よくよく考えるとね、アジアで買い付けたレコード売ってるお店で、現地のレコード情報を収集するって、もう営業妨害もいいとこなんで、旅前で、お金は、必要だったんですけど、もちろんね、授業料として、ここでレコード買わせてもらおうと思って勧めてもらったのが、今でも好きなもベンヤミン・エスとエリー・カシム。当時ね、南米とか東南アジアのサイケとかガレージ、ちょっとしたブームになってて、辺境サイケとかって言われてたんですね。それについてはちょっと思うとこがいろいろありまして、そこはまたいずれお話しますが、正直ね、自分もその流れに乗って興味持ち始めた口なんですよ。後追いで。でもなんかね、そんなんだけじゃない、なんかインドネシアの広さと深さに、早い段階から気づけたのが、もうその2人のミュージシャンとの出会いですね。ベンヤミン・エスとエリー・カシム。ガレージとかね、サイケとか聴いてる人からでも、本当に入りやすい感じの、音楽だし、かつね、なんかインドネシアの音楽シーン全体、なんかすごい深いし広そうだって、なんか目を向けるきっかけにもなったと思うんで、いい出会いだったと思います。じゃあ、ベニヤミンとエリー・カシムについてちょっと簡単に説明します。ベニヤミン・エスは、インドネシアを代表する俳優、コメディアン、かつミュージシャンでもある。で、この人がガンバンクロモンっていうジャカルタ下町の、華僑に親しまれた民謡をファンクとかリズム&ブルースタッチで捉え直して現代化したんですね。なんで、インドネシアのジェームス・ブラウンって呼ばれて、今もものすごい影響力があります。ちなみにね、この人の曲名なんかでね、YouTube で検索すると、若手のミュージシャンの、カバーいっぱい出てきます。で、彼がね、現代化した、岩盤クロモンは、岩盤クロモンモデルンって呼ばれてるんですけど、モデルンっていうのは、モダンのインドネシア語読みというと、イメージつかみやすいんじゃないでしょうか。で、続いて、エリー・カシム。この人はね、マレーシア寄りのスマトラ島の出身なんですね。日本にもね、沖縄とか奄美とか、津軽とか、地方色の濃い音楽ありますけど、インドネシアはもう多民族国家なんで、もうその津軽と、沖縄どころじゃないくらい言葉も違うんですね。で、教養語のインドネシア語で歌われる音楽とまた別に、そういう地方語で歌われる地方ポップスのジャンルが、
もう何十何百とあるらしいんですよ。で、まあ、エリー・カシムに関してはもう全国クラスのスターなんで、スマトラ・ミナンカバウ、文化圏だけにとどまらない活動もしてたんですね。また後ほど触れますけど、テイチクからね、日本版のアルバムが出てたこともあるくらいで、この角みたいな頭ですね。これが、スマトラのミナンカバウ特有の伝統衣装の、なんですね。で、この民家の、家の形も同じですよね。これがまあなんかミナンカバウ文化みたいです。じゃあ、聞いていただきましょう。ベンジャミン・ S で、ガスコンロが爆発するっていう歌で、コンポール・ムルダック。で、エリー・カシムで、マンチョ・ゴクラーっていう、ちょっと、我々日本人にはちょっと、荒れすぎな、ちょっと、響きのアルバムから。カシア・ディ・ブラン。同じくミナン・カバウ出身の、ジュニア・ミールってシンガーとのデュエット作ですね。で、このね、ジャッキーもちょっとおしゃれでいい感じだと思うんですけど。まあ、2曲続けて、どうぞ。